プロデュースバイお江戸二組。こんにちは、お江戸二組沢沢です。今日はツイッターの友人の愛音符ちゃんから教えてもらった巨大なプリンレモンカラメルソース風味です。では作っていきましょう。では材料説明です。まずこのシリコン型丸い型です。パコッと取れるような感じで、これダイソーで200円で買いました。あと黄身だけで5個、あと全卵卵4個分で、砂糖が 150g、 あとバニラエッセンスと牛乳 700cc、 結構な材料使います。あとカラメルなんですけど、これは別にグラニュー糖が 100g と水 50cc にレモン汁がレモン半分以上ではやりましょう。ではガンガン混ぜていきましょう。まず黄身だけ5個分と卵4個大きなボウルに入れて混ぜます。砂糖も少しずつ加えます。少しずつじゃないね、まあいいか。混ぜます、ガンガン混ぜます。そして牛乳も少しずつガンガン混ぜます。後で網でこすので、まあアバウトでもできますが、とりあえずガンガン混ぜます。そして全部牛乳まで入ったらバニラエッセンスを、適当に3回ぐらいピッピッピーという感じで、はい、中身はこれで出来上がり。はい、混ざったものを網でこします。口当たりが滑らかになるのでここは外せません。っていうか溶けてる、ちゃんと溶けてる。はい、あ、OK。 はい、こんな感じです。ではフライパンを、あ、先に砂糖入れた方がいいか。砂糖を違う、グラニュー糖だ。グラニュー糖100入れて、でそこに、水50入れます。ここだけがちょっと大変なんですけど、フライパンを中火で温め始めます。ほいでこれはね、ちょっとかなり見えないと辛い作業なんですけど、なるべく混ぜずに待って、で周りが薄く焦げ茶になってきたら火を止める感じなんですけど、なんか友達はこれを匂いで判断するそうです、ちょっと焦げてきたら。私は自信ないので横の旦那さんに見届けてもらおうかと。で周りがちょっとでもガーッと茶色くなってきたらすぐに火を止めないとあっという間に焦げになります。で止めた途端にこのさっきの半分絞ったレモン汁をジャッと入れます。では型に旦那さんに入れてもらったのがこんな感じで、入れてすぐにもう固まってきてます。で固まったところにさっきの卵の液をダバババーン、ドボボボーン、全部入る、はい、入れました。これをオーブンで180度で50分間焼きます。では焼いたのを後で見せますね。では
やります。怖い怖い、いけるかな、いけるかな、ほっダーン、じゃじゃーん、いけた、いけた、じゃーん、いけてますか。でっかいプリンです。ちなみにオーブンで、ちょっとお湯入れた天板で焼きました。友人からのアドバイスで10分ごとにちょっと開けてまた閉めるといいそうです。この番組はお江戸二組がお送りいたしました。